泣きっ面に蜂。馬脚を表す。馬鹿。無用のよう。君たち今日どっか来たの？ねえ、ちょっといいかさ。ちょっとだけ、ちょっとね。祭は投げられた。音が伝えてくれたこと、いっぱいあるよね。ハイフィデリティ。ソニーカセットテープ。信子にとって青春とは何だ？私にとって青春とは走ることです。よく言った。さあもう一度あの真っ赤に燃える夕日に向かって走るんだ。だが走ったら汗が出る。汗は心の涙だ。だから脇の下だけは匂わないようにしろ。わかりました先生。脇の下の青春にシャワーコロンの香り、青函デオドラン。日本の弁当がそのまま英語になった。アメリカでは今弁当ブーム。その弁当より一足お先にブームになったのが日本のファッション。ファッションビジネスを語るとモードになる。ビッグシティをネットする東京、大阪、名古屋モード学園。大阪モード学園は電話3-4-5局の2-4つ。決めた結婚しようよ。結婚式場の名門天満難波の高砂殿では今スバルレオーネプレゼント実施中。ララ結婚式は高砂殿。リベラ、自然はこんなにも僕らに優しい。爽やかなハーブテイスト、体に穏やかなミネラルバランス。ミルクが透明になりました。リベラ。ミュージックテレビ200分。かなり面白めだってかなりのところで噂になってる。楽しみ方もいろいろだし結構嬉しめだと思うのよ。KBS 京都金曜日。やっちゃん足持ち上げて何やってんの？それヨガ？ケイちゃんなんか体ねえことやってる？ヨガっていうのはね、魚飲むとかね、タコにいいらしいよ。アホやね、魚飲めタコにはイボコロリ。明日早いイボコロリ塗って。歩くと痛い魚飲め、醜いイボ、痛いタコにイボコロリ。使用上の注意をよく読んでお使いください。心斎橋そごうでは7日月曜まで大阪東京マンションメーカーファッションバーゲンを開催中。アメリカ村から原宿からヤングギャルの人気ファッションが大集合。特価で買って笑いのイベントを思いっきり楽しむ。ゴールデンウィークは心斎橋そごうが面白い。たまにはロマンチックしてみたい。たまには潮さえ耳にしたい。ワクワクドキドキ大変日本海。舞鶴敦賀から北海道小樽へ。新日本海フェリー。6月1日いよいよ発売。